ここか。鍵がかかってやがる。やはり閉じ込められたようですね。桐原君、日吉君、中にいるんですか？返事がねえな。桐原君、日吉君、いないみたいだね。そんな、また二人いなくなっちゃった。イブ君、桐原君、日吉君、三人が行方不明ですか。やっぱりここは何かある。俺たちの他に人がいるぞ。でしょうね。あの三人はその誰かにさらわれたと見るべきでしょう。さらわれたって、それじゃあ。ここは分散するのは危険です。4人で固まって行動しましょう。はい。だね。これ以上人が減ったら困る。そうだね。この廊下、もう一度よく調べてみねえか。どうも気になる。はい。そうですね。この屋敷に何かからくりがあるのは間違いないようです。少しずつ調べていきましょう。はい。俺たちはこっちの壁を調べる。分かれない方が。じゃあ俺たちは反対側だね。うん。普通の壁だと思うけど。こっちも多分。あれ？どうしたの？なんだかここだけ音が。キャー！危ない！どんでん返しか？多分。ここは？いるの？いるよ。龍馬くん、なんだかちょっと気苦しい。待ってて、今懐中電灯つけるから。あって何？ごめん。私の上に龍馬くんがいた？いいよそんなこと。ごめん。あんたの上に乗ってたって気づかなかった。怪我ない？ないよ。大丈夫みたい。龍馬くんこそ大丈夫？俺はその、あんたがクッションになってくれてたから。クッションって？ああ、そう、よかった。ところで、ここ、どこ？狭い部屋、だね。そうだね。でも、なんでこんなところに。そうか、壁を調べてたらいきなり壁がなくなって。あの壁、どんでん返しになってた。そうか。龍馬くん、私を助けようとしてくれたんだよね。ありがとう、龍馬くん。まあね。それよりさ。この部屋、変じゃない？変？そうだね。隠し部屋かな。何？ほら、あそこ。缶コーヒーの空き缶。本当だ。しかも新しい。誰かいたんだ。あれ、なんだろう。何？どれ？ほら、壁のところにある突起。突起？ここからじゃわからないね。ちょっと調べてくる。気をつけてね。
何？何？ちょっと待って、あれは何？何？何だったの？あれ、覗き穴だった。覗き穴？覗き穴？穴の向こうは応接間だった。え？応接間？あ、もしかして。そう。多分肖像画の目のとこに繋がってる穴。でも、肖像画調べた時には変わったところはなかったって。穴が塞げるようになってた。うわー、すごーい。それじゃあ。そう。あの時、誰かがここで、俺たちを見てたんだと思う。誰かって誰？でも、なんでこんなところに人が？わかんないけど、みんなをさらってったのは、多分そいつ。あ、そういえば、野牛先輩とカイドウ先輩は？あ。まさか。ここ、出よう。うん。そうね、そこの壁だったよね、確か。誰もいない。野牛先輩、カイドウ先輩。返事、ないね。うん。そんな、それじゃあ、私たち二人きり？大丈夫。え？え？あんたは、俺が守るから。かっこいい！うん。とりあえず、一度屋敷から出よう。うん。そうだね。他のみんなを呼んできた方がいいかも。何？え？どうしたの？誰か、いる。え？うん？廊下の奥。誰だ？いや、もう完全に龍崎先生やん。ゾンビだって、ゲームかよ。なんで龍馬くん？あんたは逃げろ。逃げてみんなを呼んできてくれ。でもそしたら龍馬くんが。でも急げ。でもダメ。龍馬くんを置いて一人で逃げるなんてできない。わかった、一緒に逃げよう。うんうん。あ、何？どうした？後ろからも挟み撃ち。やべ、挟まれた。なんなのこれ。何か、これで。え、何？うぅ、キャー！あ、龍馬くん！この、離せ！龍馬くん、木の棒でやってるの？おいっちゃ！待って、参った、こんさんじゃ。龍崎先生やん。この声、まさか。あたしだよ、龍馬。ばあさん？龍崎先生と呼ばんか。まあそうだよね。あ、龍崎先生。どうして？
なかなかいいバックハンドストロークじゃったぞ、ヨマ。さすがに聞いたわい。大丈夫ですか、龍崎先生。どういうことすか、龍崎先生。話せば長くなるからの。場所を変えんか。みんなも待っとるしな。はい。みんなって、消えたみんな？そういうことじゃな。芝居？そういうことじゃ。私たち顧問と手塚、跡部で仕組んだ芝居よ。それじゃあ、俺たちずっと騙されてたってわけすか？まあ、そういうことになるな。ひでえ話だろ。俺も最初に聞いたとき腹立っちまってよ。そうだったんだ。もともとこの合宿の危機感を演出するためにやっていた芝居なんじゃが、お前たちがここに来てしまったのが計算違いの始まりだったよ。なんせここは私たちが使っていた秘密の監視小屋なんでな、ここを探らせるわけにはいかなんだ。いやー、でももうちょっと綺麗な場所の方が良くないですか？それで私たちを脅かしてここから逃げ出させようとしたわけですね。ま、逆効果じゃったかな。そうですね。当然だ。あの程度で逃げ出したりしねえ。かっこいい。やれやれ、女の子がおるんじゃからそこまで無理をすることあるまいに。カッコつけたいんですよ。お前たちの負けず嫌い甘く見とったよ。ああ、それと、はい。ああはい。あんたには悪いことしたね。計画ではあんたと友達は私たちと一緒のはずだったんだが。はい。予想外に嵐がひどくてね、私たちのボートに乗せてやれなくて。そうだったんですか。いえ、いいんです。お父さんも無事だって分かったし、それに龍馬くんに会えたし。それに、いろいろといい思い出をたくさんもらいましたから。そうかならよかったわ。それにしてもこの屋敷一見ボロなのに中はすごくハイテクでしたが。当然じゃ。もともとこの島全体がハイテクの塊じゃからな。いくらかかったんだろう。島全体が？ああ、この島は榊グループのレジャーランドなんじゃよ。設備が行き届いておるから安心して合宿場所に選んだわけじゃ。そうだったんですか。榊監督の、まったくあの人は。最後は少し私らも悪ふざけが過ぎてしまったな。お前たちの反応が面白くてついな。ついじゃないですよ。ついじゃないっすよ、まったくだよね。何にせよバレてしまった以上、手塚と跡部にも伝えておかんとな。少し遅くなってしまったが、合宿所に行くぞ。はい。あ、もしかして具合悪い？うん、そんなことないよ。え、うん、大丈夫。明日帰っちゃうんだ。うん、うん。あんたにはいろいろ手伝ってもらったし感謝してる。いやいや、それはこちらこそ。うん、お礼を言うのは私の方だって。私いつも助けてもらってたし。別に、俺がそうしたいからそうしただけ。へえ、そうだったの。越前、跡部さんが用意したっていう花火の準備ができたってよ。なんかいつもと方向が違った。花火？なんだよ、聞いてなかったのか？初耳。どうせまた寝てたんだろ。まあいいや、
すぐに始まるらしいぜ。寝てたって。目玉は三尺玉だそうだ。かなりの大型だな。あの人やることがいちいち派手っすよね。そうだね。本格的な打ち上げ花火なんですね。あ、始まった。わあ。へえ、やるじゃん。綺麗ね。まあね。終わっちまったか。さすがに最後のは大きかったな。そうだ、最後にみんなで記念写真を撮ろうよ。まだフィルムは余っているし。そうだな、それもよかろう。じゃあみんな前に出てきてよ。あ、それじゃ撮るよ。はい。いいっすよ。行くよ。そのままじっとしてて。はい。お、龍馬くんの方がちょっと身長高いんだ。8月2日。もう大丈夫。それじゃあお互いの相手を呼び出し合おうか。え？直接だと言いにくいでしょ。あー、そうね。それじゃああんたのお相手教えて。うん、龍馬くん。龍馬くんよね、やっぱり。龍馬くん。了解、任せといて。それで、私はね。龍馬くん、来てくれるかな。おはよう。おはよう。あ、おはよう、龍馬くん。はぁ、一体何のよ。まだ眠い？あのさ。何？え？何？俺、あんたに言いたいことがあるんだけど、いいかな？うん、いいよ。うん、いいよ。その、あんたの連絡先、教えてほしいんだけど。連絡先？いいよ。え？ダメだったらいい、諦めるから。ダメじゃないよ。ダメなんてことない。はい、これ。え、持ってるの？え、これって。私の携帯の番号とメールアドレス。あ、ありがとう。準備がいいんだ。そうだね、もともと持ってたのかな。最初から渡すつもりだったから。あ、そうなんだ。え？龍馬くんは年上の女の子って嫌いかな。そんなことないけど。そう？それじゃあ。ちょっと待って、俺からも質問。何？あ、うん、いいよ。質問1、年下は嫌い？質問1って、え、いくつかあるの？年下は嫌いじゃないよ、むしろ好き。いいえ、いいえ、はいかいいえなの？質問2、背の低い男子は嫌い？嫌いじゃない、むしろ好き。いいえ。質問3、俺と
き合ってくれる？はい、すっごい食べたね、龍馬くん。え、あ、はい。了解。以上で質問終わり。もう龍馬くん。え、ちょっと、でも本当にいいの？疑り深いな。ごめん。そうじゃなくて、その夢みたいだから。そんなことない。ほら。ほらって？後日なんでやりなさいよ。夢じゃないって分かった。分かったよ。うん、じゃあ改めてこれからよろしく。こちらこそよろしくお願いします。お、ショッピングいっぱい買ったね、龍馬くん。あ、温泉。温泉の元でも買ったのかな。そういうあんたこそ。全国温泉フェアなんてやってるんだもん。へえ、そんなフェアやってるんだ。うん、運が良かった。これで家にいながらにして温泉気分に浸れるね。けどさ。何？何？どうせなら本物の温泉の方がいいと思わない？そりゃあまあね。そうね、本物の温泉か。いいな、行きたい。今度行こうか。え？二人きりで。二人きり？でも私たち中学生だよ。二人きりはまずいわよ。私たち中学生だし。近くに天然温泉のスパがあるんだけど。あ、それならいいよ、行こう。え、あ、そっか、スパか、その手があったわね。なんだ、そっか、そうよね。はい。なんか勘違いしてたの？そりゃするよ。もう、恥ずかしいこと言わせないでよ。でも俺、その勘違い、いいと思うけど。え、そう？え？いつかさ、その勘違い、勘違いじゃなくなる日が来るよ、きっと。そうだね、その日を楽しみにしてるよ、龍馬くん。はい、龍馬くんを無事攻略することができました。なんか後日談ちょっと短くなかった？てか告白シーンがすごいボリュームがあったよ。何あれ、ちょっとさ。あはははは、龍馬くん。あどうしよう、助けて、助けて。いや、これは映画も楽しみだわ。いや、映画の龍馬くんは多分あんなんじゃないと思うけど。いや、あんなんて言ったら失礼だな。だって龍馬くんはいつでもかっこいいし可愛いし、まあ全てが完璧だわ。そりゃ主人公だもん、そりゃね。何言ってんだろう。はい、というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。